どうも皆さんこんにちは、チャクワサです。本日はですね、アメリカンエキスプレスからね、こちらのディアレクトメール皆さん届いてないですかね。枠入ってます？こちらのこのダイレクトメール、私はね9月の16日にですねこちらね到着したんですけども、初めてアトブリボを使うと漏れなく3万ポイントがもらえる今だけ大きなチャンスということで、こちらの DM ね届いてる方ね結構いらっしゃると思うんですよね。本日はですねこちらはリボ払いのねキャンペーンなんですけども、こちらね結構お得なキャンペーンっていう風になっておりますので、今回ねこちらについてですね解説やっていきたいなという風に思います。ということで皆さんね、こちらのダイレクトメールね、改めましてこちらなんですけども、皆さん捨てちゃいましたかね、持ってますかね。こちらに皆さんのねご住所書いてあって、この上にね対象カード書いてあるんですけども、私はねスターウッドプリファーゲストアメリカンエキスプレスカード会員様ということで、私はねこちら3万ポイントが、まあ、こちら最大数なんですけども、 SPGRMX のねポイントというふうになりますんで、マリオットボンボイホテルポイント3万ポイントがね、まあ、もらえるっていうキャンペーンなんですよね。で裏にね見ていただくと、10万円以上のリボ払い利用すると1万5000ポイントで、20万円以上利用すると、まあ、3万ポイントがね、まあ、もらえるっていうキャンペーンなんですよね。まあこれね見ていただければね分かる通りリボ払いなんですよね。リボ払い知ってますよね。リボ払い、はい、リボ払いは危険ですってね皆さん聞いたことあると思うんですけども、分かります。私もねリボ払いっていうのは一切利用しないんですよね。ですけども基本的にはね利用しないんですけども、どでかいキャンペーンが来ている時はですね、私もねこのリボ払いっていうのもね利用するっていう風にしておりまして、以前ねメルカリの動画にはねしなかったと思うんですけども、メルカリのねペイサービスで、2万円利用すると1万円ポイントバックっていうね、まあそれが、リボ払いのキャンペーンだったんですけども、まあ手数料だけねちょちょっと払えば 50% 還元みたいなね、まあそういったキャンペーンもね利用させていただいたんですけども、今回のねこのアメックスのねこのリボ払いのキャンペーンも利用金額がねちょっと高めなんですよ。10万以上20万以上ということで、購入するね予定がある方はですねかなりおすすめっていった形になっておりますんで、ぜひねリボ払いね毛嫌いされている方もねいらっしゃるかなというふうに思うんですけども、このキャンペーンだけはね狙ってもね全然いいかなというふうに思います。で今回のこのキャンペーンね利用しない方がいい人はですね、これから住宅ローン組む方、あとね車のローンとか組む予定の方ですね、まあ基本的にローンを組む予定がある方はですね、まあ住宅ローンとかね基本的にリボ払い組んでると審査落ちたりですね、まあそういうねいい影響っていうのは基本的にリボ払い契約して、まあ利用している人ね与えないっていう風になりますんで、もしねそういった予定がある方はですね、このねリボ払いのキャンペーンもそうですけども、リボ払いはね基本的に利用しない方がいいと思います。それではですねキャンペーンの詳細ねいきたいと思うんですけども、こちらねキャンペーン期間が9月の13日から10月の31日22時リボ変更分までっていう風になっておりまして、こちらエントリーはね不要のキャンペーンという風になります。で特典なんですけども、期間中に10万円以上利用していただいて20万円未満の方は1万5000ポイント20万円以上で20万円以上利用していただくと3万ポイントということで、対象者はですね今回これ DM をねもらっている人だけっていう風になりますんで、こちらの DM ねゴミ箱に捨てた方はですねちょっと拾ってみていただければなと思います。でポイントの種類なんですけども、私はねこちらスターウッドプリファーゲストっていうのはね書いてあると思うんですけども、 SPGRMX なんですよね。ですので人によってねこちら持ってるねクレジットカードによってどのクレジットカードが来ているかちょっと分かりませんので、皆さんねご自身で見てください。 SPG であればですねマリオットボンボイホテルポイントがもらえるっていう風になりますし、もしねプロパーのアメックスであればアメックスリワードポイントっていう風になりますんでね。でですねポイント付与はですね2021年の12月、もしくは2022年の1月ということで、こちらね12月1日からですね1月の31日まで、まあ、どの日にですねこちらポイントをもらえるかねわからないって言った形になってるんですよね。まあ1月の31日とかにはね多分ならないと思うんですけども、一応ね振り幅がこういった感じで書かれているので、この点はね覚えておいてください。でこのキャンペーンですね10万円以上利用したところからねキャンペーン対象になりますんで、まあ、10万円利用してリボ払いに変更しますよね。で変更してですねすぐ早期完済みたいな
まあ、手数料できるだけかけないようにして、まあ、全部ね支払っちゃってポイントだけもらうみたいな、まあ、そういったことをね、まあ、考えますよね。私も最初それ考えたんです。なんですけども、こちらねキャンペーンのねこの下の方にね細かい文字で書いてあるんですよね。ポイント申請前に利募残高を早期完済された場合対象外というふうに記載があります。ですので、あのポイント付与をですね待ってから早期完済しないとこのキャンペーンねあのもらうことができないっていった形になってるんですよね。10万円を利用してリボ払いに変更してすぐ早期完済する、でポイントをもらうっていうね、そういったやり方はね、利用することができないっていった形になっておりますんで、こちらはね注意してください。それでは次にですね、実際ね計算していきたいなというふうに思います。まあどのぐらいのね、まあ実際ね10万円20万円ね利用してどのぐらいの金利、まあ手数料ですねかかってですねこのキャンペーンのポイントがもらえるかっていうところですね。まずねアメリカンエクスプレスのねこのペイクフレックスアトリボっていうんですけども、こちらの後ろのね下の方にですね、年利が年 14.9% っていうのがね記載がありますよね。これに基づいて計算するとですね、10万円利用した場合でね話をしていくと、10万円 ×14.9% 割る365日 ×借入日数ということで、こちら借りてる日数ですね、これで手数料のね金額が出せるっていう風になりますんで、今回ねキャンペーンのポイント付与を待ってからじゃないと早期完済ができないっていう風になりますんで、キャンペーンのねポイント付与が最悪2022年の1月の31日までっていう可能性もゼロじゃないですよね。ですので1月の31日までっていうのを入れると、このキャンペーンがですね、リボ払いに変更できるのが10月の31日っていう風になりますんで、10月の31日にリボに変更していただいて、ポイント付与がですね、来るのが、最悪でも1月の31日までっていう風になりますんで、借入期間、この返済日数ですね、11月いっぱいと12月いっぱいと1月いっぱいということで、11月が30日、12月が31日、1月が31日ありますんで、最大でね92日っていう風になりますよね。ですので、92日ねかかったとするとですね、最大でね92日っていう風になりまして、もしね12月1日とかにねポイント付与がされたらですね30日っていう風になりますんで、本当にねこのポイントが付与が12月なのか1月かによって今回のこのキャンペーンで手数料いくら変わるかねちょっと変わってきちゃうんですよね。これをね先ほどの計算式に当てはめるとですね、1月の31日にねポイント付与だった場合92日がかかりますんで、10万円利用した場合は10万円 ×14.9% 割る 365×92日っていう風になりますんで、最大だとですね3680円の手数料がかかって1万5000ポイントがねもらえるキャンペーンっていう風になります。でこちら逆に最短ですね、12月1日にねポイント付与がされればですね、最短だとね30日っていう風になりますんで、だいたいね1200円の手数料で1万5000ポイントがね獲得することができるっていった形になるんですよね。ですんでまあ手数料は1200円から、まあ、3680円ということで結構振り幅広いんですけども、まあこのぐらいのね手数料で1万5000ポイントがね稼げることができるキャンペーンっていう風になります。まあこれがね20万円だったらですねそのまま倍になるんで手数料はね2400円から7360円、まあこちらで3万ポイントがね獲得することができるキャンペーンっていう風になるんですよね。まあ結構ね3万ポイントが獲得できるということで、まあそれがね最大7360円って出しておりますけども、おそらくね1月31日にポイント付与とかねさすがにないと思いますんで、まあ個人的にはねまあ10万円だったらまあ2400円とか2500円とかねそのぐらいで、20万円だったらまあ大体5000円ぐらいでねポイントもらえるんじゃないかなっていうふうに思うわけなんですけども、まあ、このポイント付与のね日付が
まあこの日ですって決まってればですね、ちょっとはっきり言えるんですけども、まあ12月から1月の間に申請っていう風に記載がありますんで、まあ個人的にはね、10万円だったら2400円、20万円だったら5000円ぐらいでいけるんじゃないかなと思うんですけども、これもね、私の予想の範囲でしかねないって言った形になりますかね。いかがでしょうかね。結構お得なキャンペーンだと思うんですけども、まぁ、ちょっとね、リボ払いということで、結構ハードルはね、高いかなというふうに思うんですけども、まぁ、10万円、20万円ということで、利用金額はね、大きいですよね。ですので、もしね、大きい買い物はね、今後予定がある方はですね、今回のキャンペーンね、狙ってみていただければなというふうに思います。でですね、最後に注意点なんですけども、このキャンペーンはね、リボ払いの手数料を払ってですね、ポイントをゲットする方法というふうになりますんで、冒頭にもね、言いましたけども、これからね、ローン組む方はね、やめておいた方がいいかなと思います。またですね、利用しますよね、クレジットカード。で、それをリボ払いに自分で変更して、で、その後にですね、ポイントが付与されますよね。で、その後に早期完済っていうのを自分でしなきゃいけませんので、こちらね、するのをね、忘れないようにしてください。で、利用方法なんですけども、クレジットカードを利用した後のリボ払いの変更についてはですね、こちらのね、ダイレクトメールのここら辺にね、記載がありますので、これを見ながらね、やっていただければなと思います。で、リボ払いのですね、早期完済方法はですね、アプリケーションのね、この支払い画面からもできるんですけども、まあ、やり方ね、わからないっていう方はですね、カードの裏面のね、アメックスのデスクね、電話していただいてもね、できると思いますので、まあ、とりあえずですね、この早期完済も含めてですね、忘れないようにね、していただければなと思います。でですね、10万円とか20万円とかね、利用していただくと思うんですけども、このリボ払いのですね、変更できるのが10月の31日の22時までっていう風に記載がありますよね。で、10万円、20万円ね、利用していただくんですけども、このクレジットカードのね、このリボ払いの変更っていうのは、クレジットカードを使って、明細に上がってきて、リボ払いに変更っていうのを、ご自身でね、まあこちらにやり方書いてありますので、やっていただく感じになるんですけども、こちらですね、クレジットカードの明細に上がってこないとですね、この操作はできないって言った形になりますんで、このキャンペーンはね、10月31日22時まですることがねできるわけなんですけども、明細が上がってなかったらこちらねできないって言った形になりますんで、10万円20万円ね利用するのはですね、まあ遅くてもですね10月の20日ぐらいですね、まあそのぐらいには利用していただいて、アプリウェブにね明細上がってきますよね。まあ、それを見ていただいてリボ払いに変更していただくっていう風になりますんで、あんまりねギリギリまでね攻めて買い物をしてしまうとですね、リボ払いに変更できないねリスクもあるっていう形になりますんで、まあ個人的にはね10月20日ぐらいまでにね、こちら10万円20万円ね利用していただいて、リボ払い変更ねしていただければなと思います。ということで、今回ですね、こちらのアメックスのペイフレックスアドリボキャンペーンについてね、解説させていただいたわけなんですけども、まあ20万円をね、利用して3万ポイントがもらえるっていうキャンペーンですので、こちらね、かなりいいんじゃないかなというふうに思います。まあ3万ポイントね、あと5000ポイント足せばですね、山中湖とか伊東の修善寺とかね、そこら辺のホテルも、こちらね、SPG アメックスで来ていればね、宿泊することができるポイントっていう風になりますんで、かなりいいですよね。で、10万円20万円ね利用する予定がない方はですね、まあアメリカンエクスプレスっていう風になりますんで、まあAmazonギフト券購入とかね、au ペイチャージとかですね、またねアメリカンエクスプレスの公式サイトで百貨店ギフトカードっていうね、ギフトカードが購入することができるんですよね。これ結構前にね動画解説ね出したんですけども、この今ね、このアメックスの百貨店ギフトカードっていうのが、ポイント3倍キャンペーンっていうのがね、またやっておりますので、本来100円で SPG アメックスの場合は3ポイントつきますよね。ポイント3倍キャンペーンということで、100円で9ポイントつくんですよね。こちらもね、結構おすすめだなというふうに思いますので、このアメックスのね、百貨店ギフト購入のね、公式サイト概要欄に載せておきますので、こちらもね、気になる方はこちらで購入して、10万、20万円利用していただいて、このキャンペーン狙っていただくっていうのもね、いいのではないのかなというふうに思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。
私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンバーホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。いやね、私もこのキャンペーンね、利用したかったんですけども、先日ね、ワクチン打ってきて、その時にね、ちょっとゆっくりめにね、行こうと思って、ホテルを取って行ったんですよね。で、ホテルもじゃあ一緒に撮影しようと思って、カメラとジンバル持ってホテル着いたら、レンズ忘れたんですよね。で、その時にですね、もうレンズないと、もう何にも撮影できないんで、まあこれダメだと。いうことで、その場でね、ビッグカメラ探して、ビッグカメラでレンズ購入したんですよ、カメラの。で、それでね、10万円ぐらい支払いしたんで、ちょっとね、スーパー金欠なんですよね、今。ですんで、私はこのキャンペーンね、ちょっと乗れなそうなんですけども、利用できそうな方はですね、10万円、20万円、ちょっとね、金額大きいですけども、ポイントね、結構多くもらえますので、ぜひね、利用してみていただければなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。